赤坂リンゴ島にやってまいりました。玄関に入ってすぐ左側にはこのような大きなシューズボックスがあります。2レーンありますからね、すごく大きいですよ。いいですね。そして正面には、はい、和室です。このように収納もしっかりしてます。いいですね。明るいですよね。このように正面が大きな庭ですので、もう遮るものないんですからね。太陽がさんさんと降り注ぎます。そしてお隣もリビングです。リビングもね、このようにたくさん窓があって明るいですね。リビングからもこのような吐き出し窓があります。はい、リビングからもこうやってこのように大きな庭が見えます。お庭をね、どのように仕上げるか楽しみですよね。はい、キッチンです。キッチンはね、若干こう対面式ですけど隔離されてるっていう感じでね、奥様なんかはね、お客さん来た時に中が見えないからいいですね。はい、システムキッチン、濃い茶系の本命調の本命仕上げです。シンクにガスコンロ、レンジフードとしっかりしてます。はい、ここでお料理作るの楽しみですね。はい、ここの違いは、ヨセットの違いはこのように床暖房付きです。いいですね。例えば寒い日とね、朝起きた時に床暖房つけると一気ですからね。はい、隣の洗面所です。清潔感漂う洗面所です。窓も大きいです。はい、お隣が浴室です。深いですね。はい、こうくつろげるって雰囲気がありますね。窓も大きくて風がスッと入って、こもったところを、ね、湿気を一気に吹き飛ばしてくれます。はい、一面がですね、このような濃い黒の槍石模様で槍に仕上がってます。体も広いです。ゆっくり、ね、体を洗っていただくことができますね。1階のトイレです。トイレにはこのように棚があります。棚にね、非常にまあなんだかいろいろこうおしゃれなポイントとして置けることができますね。2階に上がってみましょう。はい、このように、あ、2階に上がりますとこのように正面ね、こういう2階のフロアからバルコニーに出れるのがいいですね。まず右のお部屋です。はい、2面採光で、こちらがね、12棟建ての、ま、街並みの見えるお部屋です。はい、このようにクローゼットもしっかりと収納できるように備え付けられてます。隣の部屋です。はい、まず入って右側に、お、大きなですね、このようなクローゼットがついてます。中が分割されてますのでね、こう分けて区分してですね、収納できますね。はい、ここの部屋も明るいですね。すぐにこのようにバルコニーに出れますからいいですね。ちょっと出てみましょう。はい、出ました。はい、このように前が抜けてます。日差しもしっかり入り込みますね。続いて次のお部屋に行ってまいりましょう。3つ目のお部屋、はい、このように2面採光で明るいお部屋です。クローゼットも奥が深い大きめのクローゼットです。たくさん物が入ります。はい、そしてここの特徴がこのような難度です。いいですね。難度があるとですね、いろんなものが放り込みますからね。もうちょっとしたね、あのお部屋でも使えますよね。趣味のお部屋なんかいいんじゃないですか。はい、そして2階のトイレです。白で清潔そうで、もう本当にいい空間となってます。はい、このような
2階がちょっと工夫をした2号棟でした。